はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの昭和大学の問題を使います。概要欄に問題と回答の PDF 貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回はシンプルな問題で、曲線これこれで囲まれる図形の面積を求めよう。ということで、はい、まずこちらの曲線、外形がわからないので、それを考えた後に、面積ということで、積分によって求めていこうと思います。はい、今回、まず絶対値がついているんですけども、はい、とりあえず対数が見えるので、はい、まず確認しておくこととして、はい、真数は正。 ということで、XY、とで XY にこ、はい、こちらが前提条件となってきます、はい、このような条件のもと絶対値を考えていくと、はい、絶対値の処理は、はい、基本に忠実に中身の政府によって倍分けして外していってあげましょう。倍、はい、分けのパターンとしては4パターンあって0以上0以上、0以上マイナス、マイナス0以上マイナスマイナス。こちらの4パターンによって分けていく必要が出てくるんですが、と、は、も、い、に0以上のとき、はい、つまり XY が1以上のときは はい、0以上だと絶対値そのまま外れますので、はい、このような形となり、はい、左辺ログの足し算は真数掛け算にまとめることができて、はい、あとはログの定義から、はい、xy が3の2乗、はい、つまり xy が9という形になって y イコールに直すと x 分の9というような形となってきます、はい、以下同様に残りの3パターンも場合わきしていってあげると、はい、0以上マイナスの時、はい、つまり xy 直すとこのような時という形になりますが はい、後ろがマイナスなので、後ろの絶対値、符号変わって外れて、はい、ログの引き算、真数の割り算。はい、ログの定義から、はい、このような形となって、はい、y イコール9分の x。こちらを得ます。はい、マイナス0以上の時は、はい、前のところが絶対値、符号変わって外れて、はい、引き算が割り算の形となり、はい、ログの定義から変形してあげると y、y イコール 9x。はい、最後、えーと、マイナスマイナスの時 はい、ともに絶対1、マイナスついて外れて、はい、マイナスを払ってあげて、まとめてあげると、y イコール 9x 分の1、こちらを得ることになります。はい、ということで、4つ場合分けして出てきたんですけれども、はい、場合分けの範囲に注意しながら、それぞれの式、1つのグラフにまとめてあげると、このような形になってきます。はい、えっ、ー、と、一応、工程に関して言うと、連立でもうすでに求めてあるんですが、はい、このような4つのグラフ、つないでるような形、これが今考えている絶対1の曲線であり、 はい、あとは積分によって面積を求めてあげると、はい。x 座標1 9分の1から1までは、上が緑 y、y イコール 9x、下が紫 y、y イコール 9x 分の1、ということなので上、上く下の積分、はい。x 座標1から9までに関して言うと、上が赤 y、y イコール x 分の9、下が青 y、y イコール9分の x、ということで上、上く下の積分。はい。こちらによって面積を求めることはでき。 はい、あとそれぞれの例に関して言うと、はい、積分できる形ですので計算、はい、ミスに注意しながら積分していっていただいて、はい、計算頑張ると最終的にこちら9分の160ログ3こちらが答えとなってきます。はい、ということで今回、えー、とまず出てきている曲線の外形こちらがわからないと思いますので、はい、絶対値丁寧に場合分けしながら曲線をまず考えてあげることと、はい、あと積分の計算は、はい、特に工夫は必要ないんですけれども。 計算ミスに注意しながらしっかり計算してあげること。それが大事な問題だったかなと思います。はい、本日は以上です。次回ですけれどもこちら。日本大学の問題を使います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次の動画を待つようにしてください。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございます。